JR 横浜線鳴瀬踏切におります。今ちょうど下り電車が鳴瀬駅から出て、この町田駅方面に向かうところです。この車内機が今乗っています。横浜線は上り下りともにほぼ同じ乗客数でいつも乗っているのが特徴です。このちょうど町田駅方面に向かう皆さん、あるいは反対にこの町田駅方面からこの鳴瀬を含めて長田、そして横浜方面に向かったり、あるいはこの長田駅から渋谷方面に向かう、都心に向かう皆さん方がおぜいります。この時間帯、朝の時間若干過ぎましたが、このお互いに車がこの横浜線の鳴瀬踏切を行き来しております。若干ご案内をしていますが、道路幅が6メートルありますが、歩道分があります。ちょうどこういう二輪車が通ることも多くて、この車の2号は若干難しいところです。なんなれば比較的スムーズに進みますが、抜け道だということで、かなりの車両がここを通っていきます。この道路もちょうど今通っていきますが、狭い道路ですが抜けて車が多くなっています。ずっとこの先の先方50メートルのところに都市